今回の動画はマジ必須3ショートヘアでもドライヤーをマストについてお伝えしていきます。営業中にねよくこんなご質問をいただきます。自分はショートヘアスタイルだからヘアドライヤーは使わなくていいんですよね。今回はねこちらのご質問についてお答えしていきます。結論からお伝えしていきます。スキンヘッドヘアスタイルではない限りヘアドライヤーを使うことをおすすめします。そうすることでヘアスタイルの向上や衛生状態の向上が期待できます。以上になります。解説していきます。1、ヘアスタイルの向上について。毛髪はキューティクルという鱗状の膜が一番外側にあります。このキューティクルを含めた毛髪は水分が含まれて抜けるときと熱が含まれて冷めるときに状態をコントロールすることができるんですね。簡単に言うと濡れた髪をドライヤーで乾かすことで髪の状態をよりコントロールできるということなんですね。一般的な技術名や、やってることの内容で言うとブローと言いますね。あ、ブローってそういうことなんだなということですね。キューティクルは根元付近から毛先方向に向かって鱗状になっているので、キューティクルの方向に沿って風を当てたり手で撫でたり指を通したり櫛を通したりブラッシングするとキューティクルの向きが一定に揃う。そのことで光を反射しやすくなるんですね。簡単に言うととてもツヤが出るっていうことになりますね。また水分を過剰に残した状態で眠ってしまうと翌朝想像以上の寝癖で悩まされるということもあると思います。ご経験ある方いらっしゃるんじゃないでしょうか。寝癖に関してはね水分量だけが問題ではなくて、寝相も大きく関係してるんですけども、可能性の一つとしてドライヤーの未使用ということも考えられます。いいベース作りをしてしっかりドライヤーを使ってから眠るようにすると次の日の朝のスタイリングがすごく楽だったりとかスタイリングがとても決まりやすくなったりっていうね、そういうヘアセットにおいてのプラスもたくさんあると思います。2、衛生状態向上について。髪は大切な頭、頭皮を守るために生えてるっていうふうに言われてます。髪があることによって物理的なダメージを吸収してくれたり紫外線を吸収し頭皮への紫外線のダメージを防いでくれたり重要な役割を果たしてくれていると言われています。そしてその髪がこの頭、頭皮全体を覆っていることで保湿力をキープしてくれているとも言われているんですね。髪に覆われていることで水分や皮脂や汗などが乾きにくいとも言われているんですね。ある程度の保湿力は大切なんですが過度の水分は悪影響になってしまうんですね。ここのバランスが非常に大切なところですね。多くてもダメ、少なくともダメってことですね。この過度な水分がたくさんある場合頭皮の常在菌の過度な繁殖につながってしまうんですね。顔面、お顔にもそうなんですけども頭皮にも常在菌っていうねいつもいるっていう菌は必ず存在します。誰の頭皮にも存在します。通常は必要なものなんですけども増えすぎると炎症や臭いの原因になってしまうんですね。深刻な場合はフケやかゆみの頭皮環境を悪化させてしまうこともあるんですね。これは外気や室内が猛烈に乾燥している状態であれば、シャンプー後大体1時間ぐらいすれば頭皮が乾ききるっていう可能性もあるんですけども、そうじゃない状況や状態環境の場合には頭皮に過剰な水分が残りすぎてしまうっていうことがほとんどなんですよ。なのでスキンヘッドヘアスタイルとかものすごく短い坊主のヘアスタイルではない限りヘアドライヤーをしっかり使って適度に頭皮を乾かして衛生状態の向上に努めることをお勧めします。ショートヘアスタイルであればね所要時間はねもう本当2、3分もかからないぐらいだろうし、毎日のね歯磨きとかと同様にね面倒くさらずに必ず行ってほしいなって願っております。
まとめいきます。マジ必須さん、ショートヘアスタイルでもドライヤーはマスト。スキンヘッドヘアスタイルではない限りヘアドライヤーを使うことをおすすめする。そうすることでヘアスタイルの向上や衛生状態向上が期待できる。以上になります。長く素敵なヘアスタイルを楽しめますようにでした。